三重テレビ放送株式会社は三重県を放送対象地域とするテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は三重テレビ、略称は MTV。ネットワークに属さない独立放送局で全国独立放送協議会に加盟している。三重県域局ながらも放送エリアが隣接する愛知県の広範囲に及んでいる。アナログ放送の時は 名古屋局とは別に、津本局、または、伊勢中継所向けのアンテナを設置する過程も多かったが、デジタル化により、愛知県の多くの地域には、電波が届かなくなり、ケーブルテレビへの加入が必要となった。1983年からは、テレビ東京から同系列の番組を数多く購入して放送している。ピーク時には、 同系列の番組が全体の30%を占めるまでになったが、系列局のテレビ愛知が開局すると、番組のネット受けは制限されることになり、以降は独自色を強めたと同様の位置づけ。競合他局の東海テレビとは、資本関係にあり、当時の代表取締役社長は、同局の元常務取締役の白田隆史が、さらにその2代前の社長も、同局関連会社、 東海放送会館の元代表取締役が務めていた。また、同じフジテレビ系列局の関西テレビとの関係も深く、古くから同局制作の番組も多く放送している。2016年3月31日時点では、名古屋ドームが32.78%を保有する筆頭株主となっている。その関係で半世紀近くにわたり、 東海テレビの制作協力で、名古屋ドームなどからの中日ドラゴンズ主催のプロ野球中継を放送している。現在の編成は、おおむね4時代に放送を開始し、翌日3時代に全番組の放送を終える。他の独立局と比べると放送時間は、比較的長いが、深夜帯の大多数の番組は、テレビショッピングである。一方で、平日の放送開始から、 夕方の17時30分頃までは常時、マルチチャンネル編成を採用しており、071CH で通常のプログラムを放送するかたわら、072CH は M2 と題し、ウェザーニュースリブや東京マーケットワイドなどの同時放送を中心に放送している。2007年7月3日にはハイビジョン対応の中継車を新規に導入し、 同年夏の高校野球中継より使用が開始された。同年10月中旬以降はニュースの取材映像や一部の自社制作番組及び CM もハイビジョン化された。中京広域圏の他局では最終的に放送波として送り出される際には横1440ピクセルのスクイーズ方式となるのに対し当局では横1920ピクセルのフル HD で喪失している。 ウォーターマークはデジタル放送の開始以降長らく表示されていなかったが2010年7月5日より MTV と表示されるようになった2014年9月からは開局45周年を記念した45周年30テレビに変更され45周年を迎えた12月以降は45周年の部分が外れ見えテレビの表示のみになっている当初は マルチチャンネル編成中は各チャンネルともに表示されなかったが、後に表示されるようになった。本社は NHK 新放送局のように、津市の中心市街地ではなく、少し離れた小高い住宅地付近に位置する。これは、長谷山にある送信所へ確実に STL 電波が飛ばせることや、現在の場所が当時の資金から考えて妥当だったためである。 ただし設立準備室は、津市中心部の三重会館内に置かれた。社屋は2階建てで、一部増築などの手は施している。ものの、開局当初からのものを使っている。そのため同社営業部もかつては、津市中心部に位置する広明町に設けられていたが、現在は本社内へ移転している。中日新聞社の資本が強いため、三重県内向けの中日新聞長官のテレビ番組欄では、 中京広域圏の CBC テレビ、東海テレビの次にフルサイズで番組表を掲載している。ただし、近畿広域圏の放送も受信できる伊賀地方、奇襲地方向けの長官ではハーフサイズ扱いである。また夕刊は、かつて愛知県向けのみ、非中日系の目、テレ、中京テレビの隣にフルサイズの番組表を 載せていたが、2020年12月16日20時21分現在、愛知、岐阜、三重三県共通の広域版として、ハーフサイズで掲載されている。岐阜新聞では2017年10月の超簡単読紙化後は、全県掲載となるが、かつては定期掲載されず、新聞休刊日前日の紙面に、県内版で見られるだけだった時代や、 岐阜地域版や性能地域版に掲載されていた時代もあった。地元の地方紙である伊勢新聞では現在は資本的な関係から番組表はハーフサイズ扱いである。ただし開局してからは同志も中日新聞と交代でニュースを提供していたが、1976年に伊勢新聞が経営難を理由に撤退してからは中日新聞職が強まった。 東京都千代田区内幸町2丁目1番4号、日比谷中日ビル14階大阪府大阪市北区、道島2丁目1番43号企業ビル5階、愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番25号、テレピア13階出展企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日。現在、ミーライブといった一般番組、地域情報番組、瞬間見栄でも使用されるなど、見栄テレビでは現在一番稼働している放送スタジオ。1979年の新館完成から使用されているスタジオ。 三重テレビが所有するスタジオの中では一番規模が大きい。79年完成当初に行われた記念式典をはじめ、三重テレビ元気対象受賞式といった番組制作以外の分野でも使用されている。過去開局当初から使用されていたスタジオ。開局計画段階では予算の都合からスタジオを設置する予定はなかったが、ニュース番組に関してはやはり自前で制作したいという。 理由から会議室だった場所を急遽スタジオに改装して九百七十九年に新館内に本格的なスタジオが設けられるまではメインとして使用していた。本格的なスタジオが完成して以降も第二スタジオとして使用していた。その他、HV コールハイビジョン対応三0テレビ、本社市内四日市市内大瀬市内出店をや局、編集当局の送信所を設置するにあたり、 長谷山の一部を開拓することになった。計画途中で周辺に古墳群が発見されたため、三重大学などから建設中止を求められるが、アクセス道路のルートを変更することで了承を得た。なお、アクセス道路の整備には自衛隊、施設部隊の協力を受け、3ヶ月という短期間で整備が完了した。中継局、編集2011年7月24日、 低波時点以下の三重県外のケーブルテレビでは、区域外再放送が行われている。いずれも愛知県内三河地区の岡崎市、豊橋市、豊川市、新首市、釜郡市、高田町の全域と安城市、西尾市、田原市の一部は、市長深い川、アナログ放送が低波した2011年7月24日を、もって終了。十二時番のみ、中日スポーツニュースと、 全国ニュースを内包、サブチャンネルでも放送。各市長の市長や担当者に、防災教育や、防災計画などの最新の防災啓発情報や、防災への取り組みなどについて聞く。また、地域の環境、文化、観光などの生活情報をきめ細かく紹介。主に、中日ドラゴンズ戦を放送。また、地理的に、関西地方にも近い関係から、 阪神タイガース戦も3テレビ制作で年間数試合程度放送。中日の主催試合においては東海テレビが制作に協力している。決勝をはじめ主要試合を実況生中継。三重県大会は決勝のみ。全国大会は三重県代表校が敗退するまで随時放映。県代表敗退後も全国大会の模様は決勝戦まで放映。 全国大会は日本テレビ系列など民放43社による共同制作。主に SG。稀に、月協定上で開催される重賞レースも生中継で放送。稀に、四日市、松坂で開催される重賞レースを生中継で放送することがある。第1回大会開催の2008年より放送してきたが、2010年大会は今までの後日放送される。 ダイジェスト番組ではなく、当日の生中継特番の2部構成になった。番組開始当初は、17時代の中日新聞ニュースと、18時代の三重テレビニュースを統合した形でスタート。後に17時代の全国ニュースが廃止され、21時代が新設。この枠のみ、中日スポーツニュースと全国ニュースを内包。など、 地上デジタル放送への完全移行が完了するまで、デジタル放送では、額縁放送となることを防止するため、画面の上下をカットして16、9のフルサイズで放送を行った。なお、画面比4、3の識別信号が付加されていたため、旧来の4、3サイズで制作された番組では、超額縁状態にはならなかった。栃木テレビ、編集テレビ埼玉。 編集千葉テレビ放送、編集東京メトロポリタンテレビジョン、編集テレビ神奈川、編集岐阜放送、編集京都放送、編集三テレビジョン、編集北海道テレビ、編集朝日放送テレビ、編集は同時ネット。ただし、プロ野球中継等で休止、変更の場合もある。は、テレビ愛知でも放送されている、またはされていた番組、は岐阜チャンでも放送されている。 またはされていた番組はサブチャンネルでは未放映。テレビ東京、編集月曜火曜水曜木曜金曜土曜日曜、その他、美行他にもテレビ東京で以前放送された特別番組やレギュラーでネットしていないテレビ東京のレギュラー番組などが放送されることもある。テレビ瀬戸内、編集 BS テレ東、編集東海テレビ、編集関西テレビ、 編集見えテレビナイターの中日主催試合中継は原則として東海テレビのスポーツ実況アナウンサーが担当する。気象庁の緊急地震速報とデジタル放送の新技術を組み合わせた防災放送について2005年4月1日からのデジタル放送開始を控えていた見えテレビが主催して放送と通信の融合による画期的な実用化試験を実施した。 緊急地震速報は、地震の P 波と S 波の電波速度の差を利用して、P 波の情報から、震源やマグニチュード、各地の震度などを予測し、主要度を到達前に伝達して、地震や津波による災害の軽減を目指す、新技術による情報であるが、これを防災対応に有効に活用するためには、具体的な活用方策の検討や、情報提供手段の検討など様々な課題があり、 気象庁では2004年2月から試験運用を実施し、これらを検証している。三重テレビもこの試験運用に参加し、放送波を利用した情報伝達に関わる検討を進めていたが、デジタル放送の試験放送機関を利用して実際の伝達試験を実施した。ワンセグは当実験から1年後の2006年4月にサービスを開始したが、 2005年時点ではようやく企画化が終了した新技術。試験放送では固定向け放送とのサイマルを考慮したリアルタイムエンコード方式での放送派の高度な利活用による伝達試験放送を実施した。この試験は日本国内で初めての試みとなった。携帯端末の小さな画面で緊急地震速報を受け取る場合には、 良好な着信伝達と視認性の高さが要求される。この試験にあたっては、通信回線によるウェークアップ機能と新開発した視認性の高いピクトグラム表示を開発して対応。実用化試験の実施を通じて、公共分野におけるワンセグ放送技術の課題と、緊急地震速報の利活用について、ハードソフト両面の技術から検証した。同時に、 デジタル放送による緊急地震速報の伝達が自然災害による被害の軽減に役立ち災害リスクの縮小を支援する実効性のあるソリューションであることを立証した。この試験放送を契機に全国の放送局で緊急地震速報が放送されることになった。また三重テレビはこの試験放送の成功により平成18年度の電波の日に 総務省東海総合通信局長より表彰を受けた。イベントなどの問い合わせ先は業務局や事業などとなっている。現在など過去30テレビがテレビ放送以外に初めて行った事業。三重県住宅供給公社所有の三重県鈴鹿市の土地に同校舎が1年後に住宅団地として販売する予定だったところを30テレビが一足先に借りる形でオープンした。 五社のハウスメーカー9棟の住宅が立ち並んでいた。など2006年からは後に、東名阪ネット6を立ち上げるテレビ、神奈川などと共に映画制作も行っており、猫投げ、GS ワンダーランドといった話題になる作品も生み出している。なお映画によっては、映画公開前になると、メイキング集といった関連番組が放送されることも、ある。注釈出典、ありがとうございます。